US アンコーナ1905は、イタリアマルケ州アンコーナを本拠地としていたサッカークラブ。2017年にリーグから撤退した。スタディオデル・コネーロ1905年にユニオネ・スポルティーバ、アンコニタナとして創設された。1982年にアンコーナ・カルチョ1905に変更され、1991から92シーズンにセリエ B で3位となり、 セリエ A に初昇格。しかし17位に終わり1シーズンで降格した。1993から94シーズンには、コッパイタリア決勝に進出したが、サンプドリアに敗れタイトルを逃している。2002から03シーズンに、セリエ B で4位となり2度目のセリエ A 昇格を、果たしたが、開幕から28試合連続勝利なしの記録を、作るなど、通算2勝7分25敗。 21得点70、失点、勝ち点わずか13の再開で降格。さらにチームの倒産によりセリエ C にまで転落した。この際に AC アンコーナーとなった。2008から09シーズンからはセリエ B に所属したが、2009から10シーズン終了後に財政難のためチームは再び倒産。同じアイコーナーで活動していた。 アマチュアクラブソチタースポルティバピアノサンラットサーロが u s アンコーナー1905として再設立しエッチェレンツァから再スタートを切った2010から11シーズンにコッパイタリアディレッタンティコッパイタリアマルケエッチェレンツァマルケ優勝の3冠をトリセリエ D 上格したなしありがとうございます